まあ、本当に春今回定植して、それで新しい栽培方法にチャレンジして、それで結果的にはですね、まあ、あの全体的に栽培面積は約倍に増えて、で実は作油も、まあ、今回新しい栽培方法にチャレンジしたからどうなるかっていう、結果作油した時にどうなるかっていうところまでやんないと、その新しい栽培方法にチャレンジしたことの結果が見えなかったと。で、この間この町で、まあ、日本で、まあ、唯一現存していると言われている、大型の作油工房ですね、大きな釜で作油して、でそれはもうこの町内でハッカーを絞っている人みんなが持ち寄って、で、全員で共同してそれぞれが作ったハッカーごとに、釜を分けて、であなたの作ったハッカーで取れた油はこれ、あなたはこれということで、うちも毎年参加して、で油を絞っていると、結果的にはなんと例年より多く油が絞れて、それはまあ栽培面積が倍になったから増えたということももちろんあるんだけど、自分が新しくチャレンジした栽培方法が結果的には通常の作油条件に非常に合った形で、何の遜色もなく絞れたということで、自分のチャレンジという成果が出たなというふうに思ってます。これは本当に、自分の中ではとても大きい成果かなというふうには思うよね。そう、それで今回、ものすごくこうニーズが増えているお茶用、お茶とかあの葉っぱをそのまま使う、そういう使い方の方にもたくさん届けたかったし、搾油の量もたくさん届けたかったっていうのもあって、で結果的に絞れたのが、4反の搾油用の畑から4リットルちょうどね、これ今年絞れたやつです。だから今年は春から、追っかけてもらって取れた量がこれだけです。もうたったのこれだけで、本当にね、たったこれだけっていう話なんです。でたったこれだけっていう商品をこうやってね、10ミリリットルで瓶詰めにして、でこう皆さんに使ってもらえるようにお届けしてるわけです。でよく、本当によく言われる、え、たったこれだけなんですか。でも多分この僕らはやっぱり生産の現場にいてこういうことやってる人間って、いやそんなもんだよと、でそんなもんだってことを逆に知ってほしい。こんだけやってこんだけ取るなんて、そのなんて言うんだろう、工業製品と違って、もうこんだけやってこんだけっていう、でそれがやっぱりこうなんかこう多分物を作るっていうか、こう原料からこう商品を作っていくっていう、この農業における仕事のプロダクトのなんかこうプロセスで言うと、そんなもんなんだよね。でそんなもんが皆さんの手に届いた時に考えてほしいって、じゃあこれが一瓶いくらで、それが高いのか安いのかで、多分世の中にはその合成メントールを使っているものや輸入商品を使っているものっていっぱいあって、価格だけ見ると、え、なんでそんな高いの。でこれをね、口で説明してもね、じゃあ春、いや大変なんですよとは言えるけど1年追っかけてもらって、草取りね、定食から草を取り収穫して搾油して、でそのスケール感が分かっちゃえば、こんだけかいとだけど物を作るっていう喜びってそういうこと、それはもう本当に、でもそれがなんかこうリアルな、なんていうの、そのことなんだけど、
でもだからこそ僕らはこれにものすごくエネルギーかけてで喜んでもらいたいと思ってるっていう。